ますと述べ、ふわちゃんの番組降板を決めた日本放送が、他者を尊重しない誹謗中傷する行為については決して認めることができないと考えておりますとコメントしている通り、この問題の本質は他者の尊重を書いた点にある。それなのに活動休止の発表に、自分のことしか書いていないのでは、ことの本質をまだ分かっていないのではないかと読者に思わせてしまう。 こうした活動休止発表文の表現の問題は、重箱の隅というより、フワちゃんが今回の件を真剣に受け止めているのかという、真ん中の部分に疑念を抱かせるものではないだろうか。活動休止に伴って、改めて投稿を謝罪し、今回の問題と真摯に向き合い、SNS の発信などについて考え直す機会にしたいと宣言して、その後の復帰については何も言わず、世間の受け入れに委ねる。 それが素直な対応だと思うがなぜそうならなかったのか。